武智半平太、武智半平太、文政十二年九月二十七日、慶応元年うる五月十一日、日本の武士、土佐藩郷士、土佐勤農党の名手、文久元年,年、一藩勤農を掲げて坂本龍馬、吉村虎太郎、中岡慎太郎らの同志を集めて、江戸にて土佐勤農党を結成。土佐国府警村、 現在の高知県高知市新井田に生まれる。竹鹿はもともと土地の豪農であったが随三より五代前の半江門が享保11年、1726年に合氏に取り立てられた家である。文政5年、1822年には白札に昇格した。白札、とは身分としては合氏だが、当主は上司に準ずるといった扱いである。 1849年、城下の新町で剣術道場を開く。なお、この道場の門下には中岡慎太郎、岡田伊蔵等もおり、後の土佐勤皇等の母体となる。安政三年、1856年、江戸へ出て共進明治流の桃の井春蔵に学び、熟党となる。江戸では桂小五郎、草加玄水、 高杉晋作など尊能上位派の長州藩士とも交流する。文久元年、1861年、一藩勤皇を掲げて坂本龍馬、吉村虎太郎、中岡慎太郎らの同志を集めて、江戸にて土佐勤皇党を結成、2年後には192名が連番に参加。文久2年、1862年、には、 藩主山内豊典への進言をどけた土佐藩賛成で開国、後部合体派の吉田東洋暗殺を指令。暗殺後、東洋派重臣を藩人自殺心のクーデターにより、養殖から追放し、新たに養殖についた主球派を区物として藩政の実権を掌握。藩主山内豊典を報じて刑に進出する。上落後は藩の他藩応接役として、他藩の死士たちと関わる一方で、 幕府に対して上位実行を命じる直使を江戸に派遣するための朝廷工作に奔走する。これらの動きが功を奏し、朝廷が上位の調議を決した際、一橋義信がこれを覆そうと入居を画策したが、武智は裏工作により、これを一時妨害することに成功した。京では数々の砂漠派暗殺に関与し、天中、残寒と称して、資格を放ち、 政敵を暗殺させた、武市の下で動いた人物では岡大蔵薩摩藩の田中新兵衛が有名同年秋には朝廷から幕府に対して上位催促する勅使の江戸東下に福祉姉が興う金ともの雑誌となり柳川左門という変名で江戸に随行した文久三年1863年1月白札から上司角留守組に出世 さらに3月には京都留水火薬となる。だが、これは過激な土佐勤王党を懐柔するための山の内陽道の策望であったとも考えられる。文久3年8月18日、1863年9月30日に会津藩と薩摩藩が結託したクーデターである8月18日の政変で長州藩が中央政界で失脚すると同時に、事態は一転し、 勤皇派は急速に衰退し、代わって後部合体派が主導権を握る。土佐藩においても、後部合体派の前藩主で老公と呼ばれた山内陽道の影響力が再び増すこととなる。隋さんは同年4月に、薩長和会長提案の決裁を山内陽道に仰ぐために帰国していたが、6月、捕獲されていた側近の平井修次郎、正木哲馬。 広瀬健太が少年院の宮の領事を盾に反省改革を断行しようとしたことを理由に切腹を命じられ、自身も政変後間もない9月に逮捕、投獄。他の勤王党同士も次々と捕獲される。1年半の獄中闘争の中、まだ捕まっていない同士を思い、吉田東洋暗殺も否定し続けたという。 だが、後に捕獲された岡田蔵の自白により、随さんの罪状は概ね決定したが、岡田蔵が自白する前に毒殺しようとしたが失敗。これに遺蔵が怒り暴露した、それでも東洋暗殺を否定し、老公、陽道に慶応元年うる5月11日、1865年7月3日、君主に対する不敬行為、という罪名で切腹を命ぜられる。年 未だ誰もなし得なかった三文字の切腹を成し遂げて、武士の気概を見せたと伝わる。武智家の家禄は召し上げとなった。辞世の歌は、再びと帰らぬ年をはかなくも今は惜しまぬ身となりに蹴り。維新後、山の内陽道は武智を殺してしまったことを何度も悔いていたという。